マルク・マルケス、グレシーニ・レーシング・元 GP が表彰台の頂点に帰ってきた。最後に優勝したのは、2021年エミリア・ロマーニャ GP。1043日ぶりの優勝であり、ルカティに移籍後初の優勝でもあった。完璧な週末だった。ウォームアップを除いて、すべてのセッションをリードした。ウォームアップは、チームとピットにいることに決めたんだ。完璧な週末。 という表現はライダーが会心のレースウィークを過ごした時、しばしば用いられるが、今回ほどこの表現がぴったりな週末もそうそうない。ポールポジションを獲得し、オールタイムラップレコードを更新して、スプリントレースで初優勝、決勝レースでもポールトゥイーンを飾った。レース序盤から素晴らしいフィーリングがあった。すごく長いレースだったよ。最終ラップは感情をコントロールするのが難しかった。 フィニッシュラインを駆け抜けたとき、3、4キロくらい痩せたような気分だったよ、わら。背中がだんだん重くなっていったからね優勝したことは信じられなかった。そしてすぐに、これまでの全ての家庭、僕の周りにいるみんな、家族、ガールフレンド、弟、僕を本当に助けてくれた人たちのことを考えたよ。特に、嬉しい2レーシングは僕にチャンスを与えてくれた。 僕はルーキーライダーのようにアプローチをしたし、全力だった。そして、ついにやったんだ。もう一つのターゲットがある。あとは全身あるのみだ。前戦オーストリア GP の決勝レースでは、タイヤのバルブに問題が発生した。結果的にそのトラブルが起因してスタートで出遅れ、表彰台を逃したわけだが、このレース後、マルケスはこう言っていたのだ。今年は積み上げていく年。 僕は自信を図こうとしているところなんだ。一歩一歩進もうとしている。シーズン後半は、このまま積み重ねていかなければならない。表彰台、優勝に立てるようにね。今年は無理だったとしても、来年は、そこ、に立っていると思う。マルケスは優勝を焦っていないのかもしれない。オーストリア GP のレース後の答えは、そんな風にも受け取れた。だがもちろん、そんなことはなかった。 マルク・マルケスは後期と見たら、そこに向けてとことん全力を尽くすのだ。今回のように、確かに、モーターランド・アラゴンは、マルケスが得意とする左回りのサーキットでもあった。マルケスはアラゴンで通算6勝、元 GP クラスで5勝、元2クラスで1勝、を挙げており、現状の元 GP 全クラスを通してアラゴンでの優勝数はトップである。だが、 アラゴンでの過去の勝利数もさることながら、今回のアラゴン GT の一つのポイントは、路面状況にあっただろう。マルケスは圧倒的だった決勝レースを終え、こう語っていた。この週末はめちゃくちゃ良かった。素晴らしかったよ。でも、僕たちは現実的になる必要がある。今回はコンディションがすごく特殊だった。オーストリア GT では、すごくいいフィーリングがあった。とても重要なレースだった。 トップのライダーたちのレベルにかなり接近していたんだ2023年は開催がなかったため2年ぶりに行われたアラゴン GP は路面が再舗送された再舗送されて路面はフラットになったが初日から新しい路面に苦しむライダーもいた初日を一番手で終えたマルケスは motoGP.com のインタビューで路面はちょっとスリッピーだった他のライダーは僕よりちょっと苦しんでいたみたいだね 週末の鍵は、トラックコンディションを理解することだと語っていた。本来ならば、セッションが進むにつれて路面にラバーが乗ってグリップが向上する。だが、今回の場合は土曜日、日曜日それぞれの前夜に雨が降り、せっかく乗ったラバーが流されてしまった。土曜日も日曜日も、路面のコンディションは厳しかったようだ。スプリントレースでは、フランセスコ・バニアや、ルカティ・レノボチーム、 が、路面の汚れがひどい3番グリッドからのスタートで、マシンが適切に加速せずに大きく振られるという出来事が起こった。バニャイアは日曜日も同じようにうまくスタートを切れていなかったので、おそらく路面の汚れは決勝レースでも似たようなものだったのだろう。そしてもう一つのポイントは、マルケスがその状況を好機と見て全力を注いだことだ。その背景にはもちろん、オーストリア GP ですでに掴んだ、 優勝できるという手応えがあった。マルケスの一つの強みは、集中力の使い方だと考えている。彼は、これが好機だと見るや、一気に集中力を引き上げる。予選 Q2 で3番手を獲得したバニャイアは、パルク・フェルメのインタビューで、マルクは違うラインを走って違うことをしていると語っていた。マルケスは確かに路面状況をうまく理解して走っていたのかもしれないが、 オーストリア GP の感触から現在のポテンシャルを理解して、この状況で他のライダーとの差を生むほどの走りができる、という手応えもあったのだろう。マルケスはレース後の会見でこう語っている。コースに出るたびに路面状況が違っていたから、把握するのが本当に大変だったよ。でも、これが僕の、ライディングの強みの一つなんだ。こうしたコンディションによって、レース中、マージンを作ることができた。 マルケスはバレンシアテストで優勝のチャンスがあると分かったんだと語っていた。バレンシアテストで遅かればやかれ優勝するだろうと思った。だから落ち着いていたんだ。そしてその日はアラゴン GP でやってきた。完璧な週末で優勝を飾ったマルケスのそれはまさしく劇的と言えるものだった。